韓国のソウル大学出身美人歯科医 YouTuber が注目を浴びている。歯科医 YouTuber として活動するイスジンは7日午後、自身の YouTube チャンネルを通して娘と共に制作するコンテンツを投稿。娘のジェナさんは日が変わると、私は20歳になるとコメントした。また、ジェナさんはママは、家で服を着ていない。普段、上半身は裸でうろうろしていると暴露。母親の露出についてジェナさんはママのインスタグラムを見ると、気絶しそうになるとしママが何やら過激な下着をつけて、おかしな姿勢で写真を撮ったり、スタンプをつけたりしていると明かし、苦笑いした。下着姿を SNS に投稿する母親についてママが下着姿の写真を投稿することについて、私は何も言うことはない。でも、すでにママのインスタグラムは遮断したとクールにコメントして笑いを誘った。ユンホの新曲不眠、LA ローサにフィーチャリング参加した女優シンエウンが話題。JYP エンタ所属の女優。2018年ウェブドラマ18でデビュー。2019年7月から1年間、ミュージックバンクの MC を務める。2020年 KBS 演技大賞女性新人賞受賞。男性アイドルの同性愛を描くアルペスが物議。10日、国民性癌が登場。未成年の男性アイドルを性的おもちゃとするアルペス利用者の処罰を求める。実在するアイドルを同性愛小説に登場させ、傷病者や強姦行為を描くことが性犯罪文化だと指摘。該当性癌は12日午前、10万人以上の同意を得ている。GOT7、決別した JYP との不仲説で論争が勃発中。7つの事例が報道されると、マークの親がザトゥルースとコメント。韓国ファンの間ではパワハラ級 VS JYP からも話を聞いてみないとの論争が勃発中。7つの事例は下記の通り。1、JB が熱心に準備した曲を JYP は5秒も聴かなかった。2、ライブ配信中。マークが割り箸をお願いしたが、JYP スタッフは使用済みの箸を渡し、マークは手で食べるしかなかった。3、衣装問題で JYP スタッフが GOT7 とファンのライブ配信を妨害した。4、アルバム代活動は2週間に制限された。5、その次のアルバム Breath of Love Last Piece の活動はもっと短かった。6、マークとジニョンはほぼ7ヶ月間は何もできなかった。7、あるファンが職場の同僚が自分をないがしろにして、話を聞かないと相談したとき、ジニョンは JYP で働いていますか？我々の話ではないか。と反応した。